こんにちは、韓国在住のんべい主婦です。今日は二日酔いの時に飲むスープヘジャングクを食べに来ました。韓国の酔い覚ましスープはいろいろ種類があるんですが、今日は牛の内臓スープを食べます。酔い覚ましスープだけど焼酎が合うんです。韓国の人は二日酔いの時にこのスープを食べながら焼酎を飲んで酔いを覚ますんだとか。さすがですよね。向かい酒はさすがに私にはできません。今日は二日酔いじゃなかったので焼酎が美味しい。うわー、透けた。牛の内臓スープだなんて。中には消化の働きを良くしてくれる豆もやしがたっぷり。牛の4つの胃袋たちが、これは千枚、ミノもありました。スープがめちゃくちゃ美味しいんです。内臓たちは臭みもなく柔らかくて食べやすい。私は千枚の食感が好きです。どの部位のお肉なのか全然わからないけど、いろんな食感があって楽しいです。見た目以上に量もすごくて、食べても食べても減らないんです。美味しすぎてお酒が進む進む。実はソンジという牛の血の塊がスープに入ってると思ったんですが、入ってなくて少し残念だったんです。メニューの横にソンジ、豆もやし、ご飯おかわり自由の文字を発見。早速頼んでみました。これが牛の血を固めたソンジです。見た目はちょっとグロいですが、鉄分やタンパク質など栄養がたっぷり入ってるんだとか。見た目よりも味に癖はありません。味よりも食感がちょっと変わってる。ゆで卵の白身を食べてる感じ。
これを食べて更年期症状が落ち着いたという記事も見ました。本当かどうかわからないけど、更年期に備えていっぱい食べておきます。最後までご視聴ありがとうございました。